皆さんこんにちは、ツッコミツッコまれゴード、こんにちは。皆さんこのチャンネル、いつも動画見てくれてる皆さんは結構バイリンガルチカさんのチャンネルから来た人多いと思うんで、最近困ってるでしょう。チカさんの動画が上がってなくて、みんなの英語の勉強どうしてますか？だから今日は特別に英語のレッスン、もうレッスンって言えるほどじゃないかもしれないけど、一応英語の発音ニュアンスを練習するとき、覚えようとするときに2つの注意点がありますよ。で、私もね、日本語の発音もニュアンスめちゃくちゃ変わってるけどまあお互い頑張りましょうで、この2つの注意点は、まあ他の国籍の人たちでもよく間違えるところかもしれないんですけど、私一番日本人と接してきたから、日本人がよくやることなんで、いつもちょっとムカつくっていうかね、いつもちょっとムカつくようなことするんですよ、日本人が2つの注意点。英語の新しい発音などを覚えようとするときに、ぜひ覚えてください。注意点1つ目、みんな結構発音するときに、なんだろう、スペリング、その言葉の書き方見て自分の喋り方変えてしまう。発音っていうのはどんなスペリングなど関係なく、耳で覚えましょう。それは当たり前のことかもしれないけど、結構みんな思わずそのスペル見てしまって、そんな風に発音してしまう。例えば私にはよくあることなんですけど、学校とか行くと名前はゴードじゃなくて、私の本名はロックランっていう本名なんだけど、まあ日本語にすると、まあ日本の発音にすると、ロックランっていう発音になるんだけど、結構学校とか人に教えるときに、その人は先生など、結構音楽学校の時にもあったことなんだけど、そういう首席取るために私の名前が書いてある。英語で。で、英語の字で書いてあるのは、LAから始まる名前なんだけど、発音としてはロクラン、 LO の発音になっちゃってるから、まあ英語ではよくあるややこしいことなんだけど、でもちろんそういうスペルじゃなくて本当の発音覚えた方がいいってみんな分かってると思うんだけど、結構みんな思わず目に入ってるもので、そういう発音が影響されてる結構ありますよ。名前はラクランさんですか？いや、ロクランと言います。ロクラン、あ、なるほど、ロクランね、あ、ラクランね、ラクランで、いやいや、ロクランです。ロから始まる、ロクラン、あ、わかりました、ロクランですね。はい、ありがとう、ラクランさん。みんなもうちょっと耳を信じましょう。で、注意点2つ目なんですけど、これはちょっとなんかムカつくっていう時もあるんですよ。まあたくさん英語を教えてきたというわけでもないけど、たまに日本人の友達にこの発音とか教えてとかなんか頼まれるんですけど、教えてる時に例えば一つの単語じゃなくて文章、ちょっとした文の発音と流れ教えてる時に、私まだ言い切れてないのに、その相手がもう発音の練習し始めてる、もう言い返そうとしてる、もういや、だから最後まで黙って聞いてから練習してって思ってしまう。 There is really no reason for him to do something like that. There is really no reason for him to do something like that. There is no reason for him to do something like that. There's really no reason for him to do something like that. それはよくあります。まあそういう早くそういう発音とか英語を覚えたくて言っちゃってるっていうのはわかるけど、なんか逆効果なんじゃないかと思うんですよちゃんと自分が喋りながら正しい発音を 100% 聞き取れるわけないじゃん。多分黙って聞いてても新しい発音を覚えるのは大変なんですよ。だからその言葉の内容だけじゃなくて、その出てる音とか小さなニュアンスもう黙って最後まで聞いてから言いましょう。まあ多分それだから赤ちゃんとかめっちゃ言葉うまくなる、たくさん吸収する理由は、まあもちろんね、脳、
頭の中がもう発展してたくさんのこと吸収しやすくなってる状態もあるんだけど、赤ちゃんっていうのはさ、もう何年間も黙って聞いてるだけだから、何も言わないでも聞いてる。ああ、ね、そんな風にね、赤ちゃん、もう赤ちゃんの顔もちょっと可愛いかもしれないけど赤ちゃんはもう黙って聞くから。まあ皆さん、今日の注意点はその2つで、ぜひ発音の練習するときに覚えてください。そして一応私は今年ちょっと Zoom で英会話レッスンとかやってるんだけど、まあ興味ある人ぜひ下の E メールのリンクかインスタの方で連絡ください。英会話の練習したい人たちぜひ試してみてくださいね。今はね、コロナでなかなかハブに行けないんでしょ英語の練習ができないじゃんそれじゃあまたね。